はい、せーの。はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆうかと。すんちゃんです。すんちゃんです。もうすぐバレンタインじゃないですか。そうなんですか。もうすぐというか、まあ、あと1ヶ月ぐらいありますけど、私からあなたへの、嘘つくなよ。バレンタインのプレゼントがあります。そうなんだ。目つぶってて、もしかしてキャノン 6-5? じゃーん。じゃあ開けてください。お菓子の詰め合わせセットです。わあ。まああのバレンタインというよりは、今日は人気だったこちらの日本のお菓子を韓国人旦那が食べたらどういう反応をするかっていうチャレンジをやっていきたいと思います。また来ちゃったね、これ、また来ちゃった。また来ちゃった。でもまあまあ美味しいやろ、まあ、日本のは大体 ね、そうですね。でもね、結構こういうあの美味しい系もあのちょいちょい挟んでますので。え、どういうことそれ。お楽しみにしていてください。なんか寿司あるよ。どれがいいんですか。とりあえず一番それ、じゃん。一番最初はこれいきます。結構メインのもの、メインなの。いきました。でこれね、私もあの初めてなんですけど、はい、楽しいお寿司屋さんトッピンクッキン。わかった。トッピンクッキンって言います。これはね、一緒に作っていこうと思うんですけど、どういう風に作るかっていうとね、まず何、そう、中身はわかんのお前、わかんないの、ちょっと待ってね。まずこれご飯中じゃない、これがご飯の素だって。すんちゃんにすごいヒントがあるんだけど。これがご飯の素っていうので、あとはマグロの素とか卵の素とか醤油の素、以後カンジャン、あとイクラ A、イクラ B っていう風に言ってます。あ、これ海苔だって。海苔すげえ。これが海苔らしいんですよね。本当にメインだね。そう、メイン料理だね、これは。そうしたらご飯を作ろう。トレーの1、トレーがこれね、1の部分に水を入れます。そこにご飯の素を入れて、まとまるまでよくかき混ぜます。じゃん、はい、この水を1のところまで入れていきますね。はい。そしたら、うん、ご飯の素を中に入れていきます、はい、順番間違ってないでね。いい匂いするね。なんか甘い匂い、なんかソーダの匂い。そう、ソーダの匂いする。結構混ぜていきます。これがご飯になるらしいんですけど。ご飯になるんだ、あれが。うん。すごい、でも。おー、ほんとだ。じゃあ次に卵を作ろう。卵を作っていくんで、ここに水を入れていきます。これが私からのバレンタインプレゼントだよ。嘘つくなよ。本当嘘。これで卵の素を永遠にピントはすんちゃうな。そこに入れていきます。まあいいんじゃない、戻らないやろ。ごめんなさい、卵失敗した。こんなみずみずになっちゃいました。あ、3分待つと固まるらしい。ちょっと3分待ってみます。はい。さっきの卵の隣のところに水を入れて、はい、マグロの素を入れます。で混ぜます。これも3分待つと固まるらしい、うん、これだけで動画めっちゃ長くなりそうだ。そしたら今ちょっとすんちゃんが、お客さんが今来ちゃったので、ちょっとすんちゃんが帰ってくるまでにこれを完成させてようと思います。まずイクラの素をね、作っていきます。イクラの素の A、 これね、これを A のところに入れていきます。で同じく B を B のところに入れていきます。これすごい、思ってたよりすごいめんどくさい。私とかはすごいめんどくさがり屋なので、めんどくさがり屋の方はちょっと辛いかもね。海苔はこの海苔の大きさの部分をここに合わせて海苔を伸ばしていきます。すごいガムの匂いがする。中を指で押さえて両手で持ってビンって長くするんだって。なんかこれ悪いことした人みたいなんで。これぐらいでいいかも。ざっくりこんな感じです。イクラをね、あ、すごい、あ、イクラになってる、すごい。え、これ何、ちょっとこれは感動。なんかお子さんとかいたらさ、お子さんと一緒にやってみてほしいかも。このお菓子自体が体にいいか悪いかはちょっとクエスチョンなんですけど。でもすごいね、子供楽しいと思う。これイクラ好きの私も興奮しております。見えるかな、つぶつぶってなってるんです。わー、すごい。何の液体なんだろう、これすんちゃんびっくりすると思うよ。今帰ってきた。あれで、そうだ、今すんちゃんいないから皆さんに相談したいんですけど、2月のね25がすんちゃんの誕生日なので、やっぱりサプライズ動画撮りたいじゃないですか。なので皆さんと一緒に2月25日はすんちゃんを1日サプライズしていこうと思うんですけど、
やっぱり仕事柄ね、こう遠出ができないので、チェジュ島で何かをサプライズすることになると思うんですけど、もしかしたらお家でサプライズになるかも。8月に私の誕生日のサプライズをすんちゃんがしてくれたみたいに、お家でっていう感じになるかもしれないんですけど、ちょっと考えてみます。はい、すんちゃん戻ってきました。こういう風にですね、なのですごいの嘘すごい、やっぱり水が多かったんだ。すんちゃんごめん失敗しました。卵卵がこんな感じになりました。どういう味なんでしょうか。あ、すごい、マグロマグロ本当にマグロだ。マグロ本当にマグロだ。こんな感じです。すごいすごいすごい、おー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 、すごいすごい。ちょっとすごいデブなこれ乗れたりなんか、でもこれ上に乗せる、あ、それ、あ、そういうこと、なんかね、すごいのいくらじゃない、なんだろうこれ、ちょっとモリモリすると漏れちゃうのでこんな感じです。こんな作ってダメのしんどいやろ。しんどかった。こんな感じのゆかちゃん寿司バレンタインでーす。イエーイ。はい、このお寿司をじゃあ最初に食べていただきたいと思います。いらっしゃいませどうもどうも。こちらが卵で、はい、これがマグロで、はい、これがイクラになります。イクラになります。この醤油の素は使いますか。使いません。いいですね。もういいです。これはバイバイ。どうぞ。いただきます。一応卵からいきます。どういう味。下白そうだの。アイスあるじゃん、うんうん、それが溶けて、うん、残って、うん、あの3日後の味危険やんそれ。まあ卵の味は全然しないんですね。なんかあの普通にソダの味しかちょっとしないんだ。そうそうそう。じゃあ次マグロ。マグロですか、うん、はい、いきます。ちょっとご飯の量が多くてどうマグロなわけないか。いやいやいや、これは同じ味ですね。あ、同じ味するんだ、うん、ただ単にこう色が変わりましたみたいな。そうだね、ソーダのありだから。なんかミルキス、あ、韓国のミルキスってなんかカルピスみたいな感じ。まだまだカルピス。イクラはね、あの本当にあのプチって弾けた時にイクラみたいな感じだと思う。どうソーダに茶入りとかもこうやってガム、やっぱガムだったそれ。あ、食べれるかな。は今なら、うん、まあまあソーダの味でカルピス味感じで、やっぱそうなんだ、うん、いい経験と思いますいい経験ですか、うん、そしたらこれは10点満点中何点ですか。トラララララ、まあ6ぐらいですね。え、結構高いじゃん。まあまあまあ食べれなくない感じなんだ。うん、全然食べれるけど。え、意外。次また買う。いや、買わないやろ買わないんだ。買わないやろ、それは。買う買う。じゃらん。すんちゃんはね、本当にコーラが好きなんですけど。大好き。コーラ味の酸っぱいパウダーでございます。酸っぱいパウダー、そうそう、コーラに酸っぱいパウダーをつけて食べるコーラアップ酸っぱいパウダー。すごいそんなコーラアップ酸っぱいパウダーはい、なの中はこんな感じで。まあまあでもコーラは好きだからね俺もすごいさ、ピントが合うから、はい、おー、コーラみたいなやつ。おー、はい、食べてみます。コーラのスパイパウダーうーんそのままやろ。うん、本当にスパイパウダーだうんうんうん、あ、コーラの味もするし、なるほど。すんちゃんはコーラは好きだけど、酸っぱいものは嫌いなのね。だからこのコラボレーションは、あー、結構いい感じじゃんこれ。パンに買おうと思う。もう美味しい美味しい。1点満点中何点ですか。8ですね。 8? そうです。おー、結構コーラ好きだから優等生、うん、コーラの味する。あれするする。 3! 絶対に外れないかなと思って買ってきた森永チョコレート。森永のチョコレート、フェイククッキーショコラ。フェイククッキーショコラ。おー、おー、匂いも良さそうやん。あ、これ絶対美味しいよな。なんか珍しいですね、ゆかがこんなやつを私に買ってくれたのは珍しいと思いますいつも変なのだけ考えてあ、なんかこう、こういう感じですね。でも塩もチョコレートをいっぱいつけて食べてみます。あ、美味しい。たまっちゃう。美味しいこれ、本当にベイク。あー、なんかあのオープンで入れたみたいな。ベイクって感じ。そう、うん、いや
いい、おいしい。本当になんか作ったのなんかクッキーとかパンの味にもするし、うん、チョコもたっぷりあるし、うん、いいと思いますよこれ。10点満点中？いや9ぐらいです。何その1は1はちょっと10点満点の10はなんか食べてうわぁってなるやつ。そうこれはこれはおーおーおーって感じ。そっかちょっとインパクトにかける感じですかね。なんか想像できちゃう味。また買う？また買います。これは絶対買うと思います。それではダウンできますか。次はじゃん、この酢昆布になります。昆布なんかキャラメルみたいなやつですね。なんかこういうのが美味しいやん、絶対昆布になります。すごい絶対美味しいよ、これは。結構これクラシックなあの駄菓子で、うわ、これは絶対美味しいと思います。ちょっとなんか、ちょわってしてんで、ちょっと なに、1個だけ大丈夫せーの、ちょっと待って、匂いがちょっと変だもん。なんで男らしく行こうぜ。男らしく行こうぜ。ちょっと待ってください。せーの、食べるのは私ですよ。せーの。なあ、そんな怪しいもんじゃないよ。これ何？酢昆布なあ、酢昆布。え、もう一回食べる？いやこれあの洗ってない手の指の匂いする。なんでそんなこと言うの？見よ。ああ、そうそう、昆布ってだから。まあ、わかります。こういう系はちょっと日本ですごい人気と思います。でも、私には無理です。10点満点中？いや、3。3? そっか、パッケージは可愛かったからね。そうね、なんかすごいテンション上がってたもんね。キャラメル、いや、そう、キャラメル、絶対キャラメルと思ったのに。はい、ダーン。このハバネロなんですけど、もう、見たらわかりますよ。もう辛い、辛いやつなんだけど、でも果たして辛いお菓子が韓国人の口に合えるかどうか。うん、まあ、あれ、カレーの匂いするんですね。カレー？カレーじゃない？カレーの匂いがする。カレーの匂いがする。まあ、こんな感じです、一応。あ、OK。あった。じゃあ、食べてみます。おお、美味しい。辛い。え、そうなの？うん、意外と美味しい、これ。まあ、美味しいね。でも美味しいね、本当に。結構日本ではすごい辛いって有名な、辛さ的にはどう？まあ普通、全然食べれる。ちょっと辛い、全然食べれる、ずっと。じゃあ辛ラーメンとどっちが辛い？いや、辛ラーメンだろ。辛ラーメンは辛い、じゃあちょっとダメです。もっと今度は激辛の方いきます。10点満点中。あ、そっか、まあ7。それではダーン、チップスターのチョコレートです。あの、チップスターっていうのは、はい、チップスター分かるよね、これ有名な人、有名なチップな人だね。ポテトチップがすごい有名なのね。もうなんかポテトチップをチョコレートに絡ませたよっていう場所なんですけど、なんかさ、あのロイスとかでポテトチップスにチョコレートをコーティングしたのとか結構流行ったじゃん。その流行りに乗ってきっとこの商品を作ったんだと思うんだけど、でも比較的ちょっと新しめの商品だったのね。食感はすごいいい感じと思います。でもこれ食べたから、これ食べたらやっぱこっちを思い出すって感じ。あ、そうなの。でも美味しいです、普通にチョコレートの。なるほど。あ、美味しいと思います。10点満点中？まあ8。また買いますか？買わない。どういうこと？いや、買うかな、わかんない。そこそこ寄って。わかりました、はい、ではダーン。じゃん、このネルネルネルネなんですけど、あの、有名なのね、ネルネルネルネ。は？この名前、ネルネルネルネって言うんだけど。嘘つくないの。ネルネルネルネ。ネルネルネルネ。じゃ、ネルネルネルネ。ネルネルネルネ。ネルネルネルネ。ネルネルネルネね。ネルネルネルネね。お、すごい、これガムなの。はい、それではこれを作ったんですけど、これをね、このキラキラのにつけて、嫌だ、食べるの嫌だ。いませんって。なんもないの。え、なんで？何を期待したの、あなたは。結構何悪いことしてんの、また何また頑張ってんの。あー、違かった、私考えてたの。うわ、なんか誰か、誰かが食べ
してるあのボード、あ、ぶどう、ぶどう、うん、ぶどうガムあるじゃん、うん、それを1個食べて長く長く実はこうやってペットして、ペットして、それは私が食べてる感じ。えげつない感じやん。あの私ね、これごめんね、このキャンディーあるじゃん、キャンディーがパチ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 って言ってたのだから結構楽しいかなと思った。失敗だね。ちょっとチョイスミス、ごめんね。これはじゃあ10点満点中、すみません、2です。 2? あ、じゃあこれがワーストじゃん。はい、今日のチャレンジはこんな感じで全部食べ終わったんですけど、はい、あ、ベストワンはどれでしたか。もうあれですね、ベイクチョコレート。ベイクド。でもまあ、あの今回は前のやつ、うん、なんかすごいいろんなの買ってきたじゃん、なんか味の匂い味するやつも買ってきたし、でも今日はまあ、まあ、よかった、あのなんかあの足も、あ、スコンブな、スコンブ、そうそうそう。スコンブ以外ではまあ全然大丈夫だけど、あとこれもね、ちょっと微妙だね。わかりました。これからも何かあったら買ってくるので、はい、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは多分ない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 の、うん、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとパコホンのフォローは大事。チャンネル登録もよろしくお願いします。あのここにちっちゃいなんかパコホンすぐちょっとだけポッと出てきますからね。長くゆかがやってくれませんから、パコホンもねパッて切れますから、それちゃんと見てください。それでは次の動画で会いましょう。はい、バイバイ。 あ、はい、あとなんかこう夫婦でのチャレンジだったりとか、夫婦での動画で見たいリクエストがあったら、コメント欄で教えてください。お待ちしてます。はい、では次の動画で会いましょ う、バイバイ、アンニョン、アンニョンいじむぜよ。